キンプリ脱退後、平野紫耀神宮寺ゆ太がジャニーズ時代の楽曲を歌えるのか、のか平野紫耀神宮寺ゆ太、た、岸優太の3名がキングピンス以下、キンプリから脱退し、間もなく2ヶ月が過ぎようとしている。 長瀬角と高橋山は事務所に残留し、金プリとして活動を継続している一方で、平野と神宮寺は脱退同日の5月22日をもってジャニーズ事務所を退所。そして、7月7日に滝沢秀明氏が立ち上げた新会社、とべ、の公式 YouTube チャンネルのライブ配信に登場し、活動再開を宣言した。なお、岸も、 9月末の退場が予定されており、業界内外で飛べ合流が確実視されている。昨年11月に3人の脱退と退場が発表された時点で、ネット上ではこうしたグループの分裂撃破、スマップと似ていると指摘されていた。2016年12月をもって解散したスマップは、17年9月に稲垣五郎。 草薙剛、香取慎吾の3人が退場し、新しい地図として再始動。その後20年3月に中井正宏も独立し、現在、事務所に残るのは木村拓哉だけとなった。とはいえ、解散後もそれぞれのフィールドで活躍を続けている元スマップたち。金プリの2人と平野、神宮寺、騎士の3人はそれぞれどんな活動を見せてくれるのか。 ジャニーズファンやスマップファンに5人の今後について語り合ってもらった。対談参加メンバー X 子。日々ジャニーズ情報をチェックしているジャニーズファンの30代芸能ライター。Y 子。スマップファンで新しい地図ファンでもあるジャニオタレキ20年長の30代 Z 子。30代の芸能記者。平野市用の気になる海外進出挑戦への熱量。 Z コ7日の生配信で平野が今日から始まったストーリーなので僕たちは白紙状態です。と発言していてネット上では金プリ時代をなかったことにするのかって寂しがるファンが結構いた印象。X 子一方二人はスタジオに駆けつけた三宅健君からメンバーカラーであるシンク平野 トターコーイズブルー、神宮寺の花束をもらい、その色についても触れていたけど、二人が言及したことに、ネット上では、金プリの歴史を飛べに持っていかないで、と批判する声が出てた。二人の再始動をどう受け止めたらいいか、戸惑っているファンは多いんじゃないかな。ワイコ、地図の三人も、17年9月8日に退場して、 同22日,日に共同で公式ファンサイトを立ち上げたから、その切り替えの早さに戸惑うファンも少なからずいたと思う。やっぱり、ファンを納得させるには、まだまだ時間が必要だし、今後のそれぞれの活動で納得させるしかないのでは ?Z コ、キンプリの3人は、海外進出を理由に脱退したわけで。 平野は発表時の FC 動画で海外で活躍できるグループを目指していたけどグループのそれぞれの活動方針を踏まえた上で全力で取り組んだとしてももう遅いなと感じてしまい目標を失いからと語ったんだったね。X コ7日の配信でも神宮寺が今後の活動目標について世界中の人たちに僕たちが発信するエンターテインメントを見せたい。 世界の人たちに笑顔を与えられる、そんな景色を見せたい、と語ってたけど、戸部に移籍したことで、アンチは、結局国内で活動するのかよ、って噛みついてる。ただ、戸部はまだできたばかりの会社だし、今はまだ二人の活動を見守っていくしかないよね。数年経っても海外進出の気配がなかったら、叩かれても仕方ないとは思うけど、ワイコ。 個人的には配信でコンサートをたくさんやりたいし、コンサート以外でもファンに会えるようにしたいって言っていた平野が今海外進出にどれくらいの熱量を持っているのかは気になる。退場を決めてからやっぱり日本のファンに向けた活動をして、飛べである程度基盤を作ってから海外へなんて心変わりした可能性もあるんじゃないかなって。そのあたりは、 本人たちが詳細を語っていないから憶測でしかないけど、平野紫耀神宮寺歌ジャニーズ時代の楽曲は歌えるのか、のか。Z 子、元ジャニーズ JR のインパクトオーズは14日に飛べ合流が明らかに。ニュースサイト、ピンズバニュースは今月4日時点で3曲の新曲を収録済みというレコード会社関係者の証言を掲載しているよ。 他にも、週刊女性プライムが6月6日に飛べのタレント2組が大手レコード会社からデビューすることが決定していると伝えてた。X 子、ジグヒラも水面下で楽曲制作を進めている可能性はあるよね。ただ、コンサートをやるなら数十曲は必要だし、開催はまだまだ先になりそう。Y 子。 ちなみに地図の場合、大人の事情があるのか、3人の意思なのかはわからないけど、退場後はソロ曲を含めスマップ時代の曲を歌っていなくて、解散後、公の場でスマップへの曲を歌ったのは木村くんのみ。 ゴロちゃんが月曜と火曜のパーソナリティを務めているラジオ、ザトラッド、東京 FM でも、当初はスマップ多いよジャニーズ楽曲が流れることはなく、スマップ時代のソロ曲が解禁された時は衝撃を受けたよ。以来、スマップの曲も流れるようになったんだけど、やっぱりジャニーズ時代の楽曲は使いづらいのかも。 Z 子でもこの間独立10周年記念ライブを行っていた赤西仁。14年2月に退場がキャトタン時代のソロ曲を披露するつもりだったけど作曲家と連絡がつかなくて断念したって話を SNS 上のファンのレポートで目にしたジャニーズとは良い関係を築いていて楽曲の使用許可などで協力してくれたそうだよ X 子、元ニュースの手越優也、20年6月に退場、も、ライブでジャニーズ時代の曲を歌っているようだし、楽曲仕様についてはいろんなケースがあるのかな。Y 子、ジグヒラも、何らかの手続きをすれば、今後キンプリ時代の歌を歌えるのか気になるね。ただ、連海、長瀬と高橋が今月4日に行ったファンミーティング、キング、 リンチェと打ち合わせで、5人の曲ショビン、ラビンユー、恋やずらい、恋をずゆれ、歌っただけでもネット上の一部ファンから歌わないで欲しかったと、批判の声が上がっていたからじ、グヒラが披露したら相当バッシングされそうそっ。X コトベは新人のオーディションも開催しているし、未来の後輩たちのためにも、楽曲制作はどんどん行って、代表曲が早くできるといいよね。 ジャニーズ JR を見ていて楽しいのって、本人たちにそれぞれ魅力があることはもちろんだけど、先輩たちの名曲を歌って踊ってくれるところも大きく関係してると思うから。キンプリ、二人体制で今までにないユニットへ。Z コ、コンサートといえば、連回は8月からアルバム、ピース、同16日発売、を引き下げた全国ツアー。 キングプリンスイブトゥ2023からピースからお開催するそう。ジグヒラにも言えることだけどメンバーが減ったわけだからライブの演出面でもできないことが出てきそうではあるよね。会場もより大きく感じるんだろうな。ワイコ、そのあたりは JR がバックについてカバーすることになるんじゃないユニットに属していない無所属の子たちは 近年、22歳定年制度導入の影響で介助者が続出していることもあって、